つなげよう海への思い、みんなの青色。私が伝えたい海への思いは、ゴミを拾って海を守ろうです。環境意識の高まりから、ゴミ拾いを行う人が年々増えています。ゴミ拾いの必需品といえば、ゴミ袋とトング、それにスマートフォン。今ゴミを拾ってピリカというアプリに投稿していました。 SNS アプリピリカは、拾った場所やゴミの量、メッセージを投稿して共有できるサービス。実はゴミを拾っている方は孤独に一人でゴミを拾っている方が多いんですけれども、アプリでつながることでお互いに励まし合ったり感謝し合ったりすることができます。今までだったら一人で心折れてたけれども、いろんな方々と支え合うことで長く続けられているとか、いろんなお声掛けをいただいています。こんなに便利なアプリが生まれたきっかけとは。23歳の時に世界一周の旅をしていて、いろんな国にゴミが落ちているのを見つけました。で、世界共通のすごく大きな問題だと気づいて、ぜひこの問題を解決したいと思うようになりました。で、当時ツイッターやフェイスブックがすごく広がっていた時期だったので、このような SNS の広がりをゴミ拾いにも生かせたら、世界中のゴミ問題を解決できるんじゃないかと思って、この取り組みを始めました。ピリカの輪は120カ国以上に広がり、回収されたゴミの量は累計3億個を超える世界最大のゴミ拾い SNS となりました。ゴミ問題を解決するには、一人の100歩より100人の一歩ですね。人は海と共にある。海と日本。